あ皆さんこんにちはあの失礼いたします今日はあの富山理事長があいにくの、えー、用事であの、まあ、欠席されるということで、私があの、まあ、代わりに挨拶しろというわけですが、あの私は代わりに挨拶するほどの,あのものでもありませんので、私が代読させていただきたいということで、あのこの文書を預かっておりますので、えー私あの、代読させていただきたいと思います。で本日ここにパナソニック教育財団、えー、実践 研究女性特別研究指定校、成果発表会を各地の女性校や各校のアドバイザーの研究者の皆様にご出席いただき、そしてまた、文部科学省障害学習政策局情報教育課長の豊島様をはじめ、多数の方々にご臨席を賜り、開催いたしますことを主催者として、幸せに存じ、厚く御礼を申し上げます。 実践研究助成は子どもたちの確かな学力や豊かな人間性を育むことを目的に、初等・中等教育の現場の先生方を対象に、ICT ・メディアを活用した新しい教育方法や教材開発、活用方法の実践研究を支援する助成制度であり、財団設立以来、組織的に、継続的に実施しており、今年で第40回目となりました。 今年40回目だそうであります大変おめでたいことになりました。本日は、実践研究女性の中の特別研究指定校の皆さんにお集まりいただき、実践研究活動の定着・普及の取り組みをじっくりと伺いたいということでございます。女性期間2年の特別研究指定校は、第34回、平成20年度に、 設立した助成制度であります2年間の実践において ICT を活用した新しい学びを地域のリーダーや全国のモデルとなる取り組みや成果を上げていただくことをお願いしております。ここからは自由にちょっとしゃべりなさいと書いてありますので、少ししゃべります。あのー、ですね、まあ、私どもはあの、まあ、大体ここにアドバイザーの先生がおられますけれども、この特別研究、 基地抵抗という制度はですね、一番の目大きな特徴は、助成金の額や、あるいは2年間という長さやで、それではなくてね、まあ、ここにおられるアドバイザーの先生だと思っています。で、なぜかっていいますとです、ね、でもともと教育工学の研究というのはね、えー、まあ初期はインストラクトデザインと呼われておりますこれ、は吉崎先生、ご専門でありますけれども、 まあ考えてみればです、ね、良い授業をしたり、教育方法を改善するにはどうしたらいいかと,いと、これまでいろんな研究がされてきたわけです。例えば教育心理学、どういうふうな形態であれば学習効果があるのか、あるいは視聴覚教育、あるいはメディア教育、あるいは情報科学等、いろんな研究分野がいろんな研究をしておった、これらをまとめて、教育、あるいは授業というものにうまくそれらをです、ね、統合していけば、 良い授業、あるいは優れた教育法ができるのではないか、まあ、こういう発想でインストラクションのデザインというのはまあできたわけであります。で、それが一番最初に適用されたのはアメリカのまあ軍隊だと言われておりますけれども、しかし、これはですね、半分成功して、私は半分失,失敗しておるというふうに思っております。なぜかっていいますと、それは理論的な研究の知見だけを適用したからだと思ってるんですね。えー、それはなぜかというと、ここにおられる先生方、よくお分かりのようにですね、 実験的に得られた研究室は実験室なんですよ。しかし、現場は生きてよ。 実践は生きてる場の子どもたちを対象にしてるから、そこにこんなに大きなギャップがあったということに気づいてきたわけなんでありますね。で、これがあの工学だとか、あるいは医学もだいぶ近いわけでありますが、教育という事象というのは、もうご存知の通り、午前と午後では違うし、前が体育の時間だったのかどうかでも違うだろうし、地域によっても違ういろんなさまざまなです、ね、要因が多くありすぎたので、 とても難しいんだという知見を段が分かってきてですね、教育工学という分野は、もっともっと実践の中に入っていこうというアプローチを取ってきた。で、アメリカでもこれはあのご存知の先生多いと思います、デザインベースアプローチとかあるリサーチと呼ばれてですね、やっぱり研究者と実践家が一緒になって研究をすべきだ、その研究も問題解決だと言ったんですね、その通りだと思っているだからこと、この特別研究指定というのは、まさに、 実践といいうそそそののフィールドそこにいろんなその知見が蓄えられておるだけどそれをまさにこれきらりと光る知,知見をですね取り出すのは実はなかなか並大抵のことではないということですね文献を読んでればできるか実験を当てればできるかととんでもない、えー、違うわけでありましてそこで新たなその山と言いますかね新たな知見が出るのではないか。でそういういためにこの アドバイザーという先生の存在が非常に大きいんだということを言われたのは、私ではなくて、実は遠山理事長だったんですね。なぜかと言いますと、この制度をできるときにですね、ちょっと話したときに、科研費、文科省が出しております、科研費は研究者のための助成であると、それはもう民間が女性団体やる必要ないじゃないか一番はやるべきはやっぱり実践における研究助成である、そのためには正しい方向、 なるほどこうやったらうまくいくなという方向をアドバイスする必要があるのではないかということを言われたことを私は記憶しております。で、そういう点で、私の意味、ここの特別して研究助成という意味はですね、極めてまあ深い意味を持っているのではないかということをあの今、感じております。あとは代読させていただきます、はい、女性校の皆様にお願いを申し上げます。 実践研究の定着、普及の取り組みを今後も途切れることなく、継続的に行っていただきますようお願いいたします。それにより、さらにたくさんの地域の学校、子どもたちの学びに本助成制度が資することを記念しております。最後になりましたが、ご関係の皆様の引き続きましてのご支援とご協力をお願い申し上げて、ご挨拶とさせていただきます。とということであの 代わりの挨拶というふうにさせていただきますありがとうございました